原田駅は、広島県秋群海田町出身の元プロ野球選手。宇藤右内。NPB では、育成選手であった。広島国際学院校では、投資兼保守を務め、2年夏に8強進出を達成した。3年夏は、主戦として活躍したが、広島市立広島工業高等学校に7回コールド、0対8で敗れ、広島県大会3回戦敗退。 二回戦、広島県立広島井の口高等学校戦では11回、1失点関東勝利、打者としても9回2種から、同点的自打を記録している。広島県大会準々決勝が最高成績。甲子園出場実績はなし。北海道東海大学進学後は3年春に、大学選手権を経験。6番保守で、先発出場するも2打数のオフット。 九州国際大学に1対3で敗れ初戦突破、ならず。所属リーグでは2年次から、正捕手を務め、2年秋、4年春の2度ベスト9を獲得、4年秋に、打率3割本、本類打0、打点1で、打撃実決入りを果たしている。シナのグランセローズ入団後は1年目から、リーグ戦に出場。捕手の他が野手、一塁手をこなし71試合に、 出場、打率、309の高成績で頭角を表す。主に5番、終盤は4番に座り72安打量産、リーグ最多対19二塁打を記録した。2年目は、主に4番星として活躍し、6月には打率、452本2.11で、月間 MVP を初受賞。 地型の強さとパンチ力ある打撃がスカウトの目に留まり、2012年秋のドラフトでオリックスバファローズから育成枠指名を受ける。2015年10月3日、戦力外通告を受け、同年10月30日、自由契約公示された。ありがとうございます。